旧居留地とは、かつて主に安静後過酷条約により、外国の違い方権が及んでいたことのある区域を指す。神奈川県横浜市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、長崎県長崎市の旧居留地が有名。神戸の旧居留地は、北は、西国街道、東は、旧生田川、西は、小井川、南は海に囲まれた周囲と隔絶されていた地区で、 そこにイギリス人にし、JW ハートが居留地の設計を行い、整然とした西洋の街を作り上げた。その後、東西の川は移設や暗居化によって道路となったが、現在も道路を越えると街の雰囲気が一変する。1868年から1899年の変換までに、 外国人に126区画に分けて競売された違外方権の場所であった。やがて、居留地の外国人が山手に住居を構えるようになったのが北の偉人考えである。当時、条約の未締結国であった新国から神戸に渡ってきた河境は、居留地には住むことができず、その西側に多く住み着き、南京町といった中華街を築いていった。居留地に対して、 これら西側のエリアを雑居地といった。1980年代までは老朽化した古いビルのオフィス街という認識であったが、1988年に起こった旧神戸商工会議所ビルの保存運動が町再生のきっかけとなる。商工会議所、ビル自体は解体されたが、居留地の一角を占める百貨店大丸神戸店が自ら所有していた、リズ設計の近代建築を ライブラボウエストとして店舗化し、さらに周辺の近代西洋建築へ高級ブティックを積極的に出展していった。それによって近代建築オーナーの意識も変わり、近代建築が点在するのではなく、街並みとして、面として存在することの価値を認識するようになる。2000年代に入ると LVMH などの外資ブランドが直接参入し、今では、 最も神戸らしい洗練された街として、活況を呈するようになった。これは、市民運動と商業資本のコラボレーションの成功例として、突起に値する。1992年に、国土交通省の都市計画100選に選定。2007年には、急遽留置連絡協議会が、日本都市計画学会の最高賞である、石川賞を受賞している。 明治時代昭和初期地区の主な西洋館近代建築は日没から22時頃までライトアップされる。2007年日本都市計画学会学会賞受賞者並びに受賞理由書日本計画学会。ありがとうございます。